あなたのその一票、よかったらマッハチェイサーに入れませんか？どうも、レオンチャンネルです。締め切りが近い。もう締め切りが近いのよ。おもちゃウェブの公式ページに表示されている星デラックスライドウォッチ大投票タイムの二次投票受付がもう金曜日の10時59分まで、もう午前中で終わりで、ここのトップ5が3月11日に商品化されるっていうのね、予約開始と同時に発表されるんですけど、マッハチェイサーのライドウォッチが欲しい。すでにマッハはライドウォッチ化されてる、確かにされてるんだけれども、この V シネマで登場したマッハチェイサーがほんとねかっこよくって、ゴーのこの状態の解説ボイスをエモい小山さんボイスで聞きたいわけですよ。で、今一度これ解説していい？これが通常のマッハね、仮面ライダーマッハレッツ変身の追跡撲滅、いずれもマッハの通常状態、ゴーの通常状態で、もう標準でかっこいいし強いんだけど、登場から数話でね、シフトデッドヒートがね登場して、これによってさらなる強化デッドヒートマッハで、でここまでがマッハの標準のパワーアップなんだけど、最終回直前にチェイスがね退場してしまって、それによって友情合体した状態、マッハの変身ベルト状態から退場したチェイスのこのねシグナルバイクがここにはまることで、チェイスとマッハが融合した特別なね友情フォームがチェイサーマッハで、僕が言ってるのはマッハチェイサーっていう、これねシフトライドクロッサーっていう V シネマで登場した特別なシフトカーを使って変身する、これもね奇跡の変身で、もうゴーがねもうこれ以上にないぐらいピンチになるんですよ V シネで。でそのピンチになるシチュエーションもなんでかっていうと、テレビ本編に登場したとあるキャラクターが小説にも登場して、その小説にも登場したキャラクターが V シネマでヒロインになるんですけど、でそのヒロインと、まあ、ゴーが要は愛し合うわけですよ。ポットでのキャラクターじゃなくて、ちゃんとテレビ小説って感じで2人の人間関係がちょっとずつ変わってった上で、お互いついにね、まあ、幸せになる方向に行くんだけど、とある理由からね、そのヒロインの女の子が、まあ、幸せになっちゃいけないみたいな、そういう負い目があって、そういうキャラクターだけど、まあ、ゴーを守りたいみたいなところで、まあ、大ピンチね、とある策略で大ピンチに陥るんですが、そのヒロインもねゴーもね、そこでね、そのチェイスの元々の見た目の姿のベースとなった狩野光一っていう白バイ警官がいるんだけど、その白バイ警官が、まあ、小説にもね、その V シネマにも登場するんだけど、見た目はチェイスなんだけど、人格はね全然違うんだけど、でその可能の体をね一時的にチェイスが借りて、ゴーにこの強化アイテムを届けに来るんですよ。まあ、この辺の出どころとかは謎なんですけど、でそれで大切な人を守るために、新しい家族を守るためにこの力を使えって言って、でチェイスの力もこの中に入ってるんですけど、それがゴーがこう使って敵をね撃破して、大切な人も守る、未来の家族になる人も守ってくれっていうチェイスの意志も、まあ、ありきで、その変身がねすごい熱いのよ。ゴーもピンチになるんだけど、やっぱ命をねその粗末にしないというか、チェイスに一度救われてる命だから、この自分の命はもう絶対に失わないみたいな、そういう強さもすごい良かったんだよね、マッハチェイサー。なので見た目的にはちょっとマッハっぽさ上半身はあるんだけど、副眼の感じがねチェイス的な見た目に変わってて、結構ねこれライドウォッチ化されても雰囲気ね違うと思うんだよね。そうそう、普通はさこうバイクのねヘルメットみたいな造形なんだけど、チェイス要素が強めになってると、これがねいいんだ。まだ V シネマ見てない人はね、まあ、小説ありきの作品なんだけど、ドライブ見て、まあ、ドライブテレビ本編見てるのは標準として、小説読んで、でそこから V シネマ見るともうたまんないっすね。ということで、どういう風に投票すればいいかね分かんないっていう人もいると思うんですよ。なのでコメント欄と概要欄にこのねこのトップページのリンク貼っておきますから、そこをねタップするとこういうページになる。であとはね、もうご自分の好きな、もうご自分の好きなキャラクターに一票入れていただいていいんですよ。こういくでしょ、このページからでドライブ行くでしょ、そうするとここにマッハチェイサーがいるわけですよ。ここマッハチェイサーこうポンと押すと、こうね、で投票すると、僕はすでにね投票済みですから、お一人様は1回しかできませんという表記になりますけど、まあ、こんな感じで簡単にね、あとそういえば投票してないなっていう人は、例えば結構今人気のとこだとディエンドコンプリートフォームとかね、こういうのもこうポンポンと、ね、投票できますから、まあ、こんな感じで、もうせっかく1票持ってるのにまだ投票してないのはね非常にもったいないと思いますので、
そんな方はこのねページからポンポポンと飛んでいただいて、まあ、よかったらよかったらマッハチェイサー、そんな感じで、あ、じゃあ聞く返信音。マッハドライバー炎いいっすよね。で、サーストシフトライドクロスター。シグナルバイクシグナルバイクシフトカーで、レッツ変身。ライダー。ほら、二人の変身音が、ミックスされてるんすよ。エモい。かなり。バルスラトル。こんな感じでね、こっちのライドクロッサーから結構音がね、流れる形だね。遡ってこっか。じゃあ、チェサマッハ。シグナルバイク。ライダー。チェイサー。まあ、変身音とか発光は、チェイサーと変わりませんね。ただ、ここボタンを押すことでずっとチェイサーの本編通りのサウンドを聞くことができますね。いい。ただチェイサーマッハはね、頭部がマッハと変わりませんからね。で、待機音声が超かっこいいデッドヒートマッハ。これやっぱ僕がいろいろレビューした中でもデッドヒートマッハが一番今のところ待機音好きかな。この情熱的な感じ。ライダーデッドヒート、変身音もいいっすよね。じゃあ、基本フォームに戻って、レッツ変身。シグナルバイク。ライダー。マッハ。ずっとマッハ。いや、マッハドライバー炎やっぱ楽しい。ガッチャンガッチャンってこの感触もすごいいいし、左右非対称のね、この見た目よ。ただね、毎回言ってますけど、これ僕1個しか買ってないから、もうほんと、綺麗にね、傷つけないように、大事に大事に保管してるって感じ。あ、お疲れ。ちょっと聞こえ聞こえ、もう一回。いまだに言うよね。お疲れ。いまだに言う。金曜日までね、投票して、受付しておりますので、まだ投票してない方はね、リンクからページ行ってもらってね、ご自分の好きなライダー。一応トップ20は発表されてはいますけど、この上位キャラクターね、これ以外にも投票できますから、まあ大逆転もね、ありえますので、ご自分の好きなキャラクターね、ポンポンとね、投票していただくか、ちょっとどれにしよっかなっていう決めて、ちょっと決めかねてる人は、よかったらマッハチェイサーね、ポチポチっとできればなと思います。以上、レオンチャンネルでした。